いらっしゃいませ、こんばんは。バークレーマーマーサ、片岡です。さて本日なんですが、バレンタインの12年、まあ、こちらが当店の、まあ、あのハイボールの指標となっているっていうのをこの間お話しさせていただいたと思うんですけれども、で前回はライトなタイプのウイスキーとそのピートが効いたタイプのウイスキーを紹介させていただいたので、今回は同じようなクリーミーさとかマイルドさで違うやつが欲しいとおっしゃっていただいた方に対してのアプローチが一つ、そしてもう一つがもう少しこうボディ感があるタイプがいいなっておっしゃれる方であったりとか、あのバレンタインのハイボールからどんなこう派生をしてお客さんに、よかったなって思ってもらえるかっていうのを日夜考えながらやってるので、とりあえずそれをご紹介していきたいと思います。それでは早速参りましょう。クレイモアチャンネル。はい、ではまず1本目です。クライヌリッシュ10年です。先ほどお話させていただいてた通り、ちょっと同じ系統でクリーミーなタイプとかちょっと甘さが似てるやつがいいな、なおかつシングルモルトでってなるとこんな形でクライヌリッシュをご紹介させていただきます。ではクライヌリッシュどんなウイスキーなのかと言いますと、創業は1819年ですね。スコットランドの中にこうリゾート地でブローラという町があって、そこの中に蒸留所を構えてるんですけれども、ちなみに、クライヌリッシュっていうのはゲール語で、金色の湿地という意味らしいですね。でラベルに書かれてるんですけれども、こちら山猫が書かれてます。これ山猫ワイルドキャットっていうんですけれども、これはクライヌリッシュを作った、サザーランド公爵という、ね、方がいらっしゃるんですけれども、その方の、副紋章ですねが山猫をやったりするんですよ。そのワイルドキャットっていうんですけれども、実はこの、ワイルドキャットっていうのはハイランドの山中に今も生息しているそうです。もともとクライヌリッシュっていうのは、1819年に建てられたんですが、その後に1967年に新しい蒸留所がもう隣に建てられるんですよ。でその新しい蒸留所を現在クライヌリッシュというふうに言っていて、じゃあ前の蒸留所なんていうのというと、それがブローラ蒸留所というふうに言われてるんですよね。でですね、ブローラウイスキーで検索をかけていただいたら分かるんですけど、めちゃめちゃプレミアがついてます。ブローラ蒸留所が、稼働した年数っていうのが極端に短いので、ブローラのウイスキーっていうのはすごいレアリティの高いウイスキーコレクターなら一回飲んでみたいとか、もう喉から手が出るぐらい欲しいなっていうようなウイスキーになっているんですよね。はい、では、クライヌリッシュのテイスティングですが、まず香りは樽のなんていうんですかね、心地よい木の香りっていうのがすごくふわっと入ってくるのが僕の特徴的なイメージなんですよね。今少し枯れた感というか、で飲んで、スムーズでクリーミーな甘さ、ね、バランタインと比べるとバランタインより少しバランタインの方がちょっと甘いのかなっていうようなニュアンスがあるんですが、ただやっぱりこう心地よい甘さ、本当にこう飲みやすいこう滑らかなスムーズなタイプではあるんですよね。で結構こうソーダで割ってしまうと実は結構こうブワッといろいろと骨太な感じが飛んでしまうんですよね。なのでソーダで割る場合っていうのは少しソーダを少なめ少しソーダを少なめにするか、あとはフロートスタイルって言ってソーダを入れてから上にウイスキーを入れるような、そういった飲み方でおすすめしてたりはしますね。で余談になるんですけど、このクライヌリッシュっていうのはウイスキーの 95% が実はブレンデッド用にこう出荷されてるんですよ。有名なところでいくとジュニオカのゴールド、ラベルリザーブですね。これのキーモルトだったりしますね。シングルモルトとして出荷される量は他のスコッチに比べると結構少なかったりするんですよね。本当にこうリッチで華やかでバランスの取れた完成された一品だなというふうに僕は思ってたりします。次参りましょう。はい、では2本目のご紹介です。こちらスキャパスキレですね。これはオークニー諸島と言われる、なんか聞いたことあるなと思われるんですが、でもハイランドパークと同じ島にある、ウイスキーで、なんか妻は同じように最北端に位置するんですね。で、このスキレンと言われるタイプは、2016年の2月16日販売を開始したウイスキーになります。リングリバーンと言われるピートが含まれる小川を仕込み水に使ってて、なおかつバーボンダル 100% のファーストフィルで作ってるのがこのスキャパのスキレになりますね。ちなみにスキャパっていうのはノルウェー語でボートですね。で、スキレっていうのは輝き明るい空なんていうような、オークニー諸島の美しい海や青い空をイメージしてるっていうのがこのウイスキーの特徴をします。テイスティングなんですが、私のイメージとしては少しくすんだ、木の独特の香りがするんですが、飲んだ時の風味っていうのがもう本当にもっぱらバニラですね。
あのとてもこう重い、とても軽いとかいうわけではなくて、ちょうどいいアルコール感なんですよ。でこのハイボールを作る前に一度ボトル、まあ、開けてから注ぐ前にこう香りを嗅いだらめちゃめちゃバニラなんですよ。香りを嗅いだ瞬間に頭の中ではバニラっていうのがすごく出てくるようなぐらい強烈に良い香りがします。でなんかこう女性が結構スキャッパーは好きになるっていう風にお話をされるんですが、どうやらこれはこの香りそら好きになるわなっていう感じがやっぱりしますね。で余談になるんですけれども、皆さんこうバランタインの17年の魔法の七柱っていうのをご存知でしょうか。こちらなんですけれども、そのザ・スコッチと言われるほど、まあ、傑作のウイスキー、これは以前にも動画でご紹介させていただいたんですけれども、その、バランタインの17年には、7つの、キーモルトが存在するんですよ。七柱っていうんですけれども、それがグレンバーギ、ミルトンダフ、アードベック、グレンカダム、バルブレア、ブルトニーで、そしてこのスキャパになります。なのでこのバランタインも美味しいと感じた方ならこのスキャパが好きねんっていうのもきっと美味しく感じることができるんじゃないのかなと思って、今回こういった形でご紹介させていただいたりします。はい、では次ですね。バランタインを飲んだお客さんに対してもう少し違うタイプがいいなとか、どっしりしたタイプがいいなっていう方に対してご紹介する、ものになります。で、言ってしまうともうシェリダルの、部門に入っていこうとは思うんですけれども、その1本をではこちらから紹介させていただきます。参ります。クレイモアチャンネル。はい、では、次のウイスキーのご紹介です。先ほどシェリー部門に入るぞっていう話させてもらったんですけれども、もうこちらです。グレンファークラス12年になります。なんかこうシェリーといえばトロキリーモのマッカラで、グレンドマナックに次いで、ファークラスもシェリーでアメって言われるぐらい有名なタイプのウイスキーなんですけれども、このスペイサイドのウイスキーになります。イギリスの元首相サッチャーさんですね。もうアンインシャットと言われる、逸話があるぐらいの、ウイスキーでして、ゲール語で、グレン・ファークラスというのは、緑の草原の谷間というふうに言います。その名の通り上流所から広々としたこう草原が続いて、眼下にこうスペイ川を見ることができるみたいなんですよね。でノンピートモルト、伝統的にシェリーダル熟成で、やっております。で結構実は種類が出てるんですよ。例えばなんですけど、うちにあるのはこんな形で2パターンあるんですが、10年、12年、15年、17年、21年、25年、そして105とあります。この105というのは105プルーフといって、こうイギリス式のアルコールの表示で実際は60度になりますね。結構高めのパンチの効いたタイプです。でその中でもまず飲んでいただきたいのはこの12年かなというふうに思っております。ちょっとテイスティングしてみましょう。ですね、こうラサンタのような、グレンモーレージのラサンタのような、その強いシェリーの主張感っていうのはないんですけれども、すごくバランスがいいんですよね。しっかりとこのシェリーの、ドライフルーツとか、イチジクのニュアンスが今回感じるんですけれども、ベリー系であったりとかドライフルーツのニュアンスっていうのが結構強く感じながら、ソーダにしてもブレないというか、しっかりとアルコール感を程よく薄れることなく感じながら、なんていうんですか、あと少しこう今ほんのり感じた乳酸菌系の香りですね。強く感じるっていうわけではなくて、 あれちょっとヨーグルトの香りがするなっていうニュアンスが入ってきますね。これでこうハイボールしても味が崩れない、このままもう全然崩れないのがびっくりですね。本当に美味しいウイスキーですね。はい、では本日最後の、紹介になります。こちらハイランドパーク12年、ヴァイキングオーナーです。はい、ですね、オークニー諸島です。先ほどお話しさせていただいた沖スキャパと同じ、諸島に、島にあるウイスキーですね。オークニーとはこうバイキングの言葉でアザラシという言われてたりしますね。で、特徴としてはハイランドパーク、現在でもフロアモルティングを行う数少ない蒸留所の一つです。フロアモルティングで作ったフェノール値っていうのは実は、40ppm、例えばですけど、先にできたキルホーマー、この、キルホーマーやったりすると、50ppm するんですけれども、フロアモルティングで作ったフェノール値が 40ppm ですが、実は、ハイランドパーク自体は、
ヘノルチェは 10ppm と、あのブナハ分が 8ppm なので大体その辺になってくるんですよね。まあ、ただそれなぜかというと自家、製爆、ですね、あの自家製の爆芽、この 40ppm の、爆芽を全体の2割ぐらいしか使わないので ppm というのが低めになってたりするんですよね。で調べてる と、シェリーの、まあ、あの樽材というのはアメリカンオークとヨーロピアンオークの2つで、組んでて、まあ、その組む前にスペインのヘレツ地方で4年間の天日干しを行ってたりするぐらい樽にはこだわってるみたいですね。で味わいです。この一番最初にこう飲んだ時にもうピートって聞いてたりするとあれ思いのほかやっぱ聞いてないんだなっていうのがまず一つなんですが、その後にこうじんわりと入ってくるそのピートの香りとあとシェリーの、あのベリー感っていうのがグッて入ってくるんですよね。でこれはそのピートの兼ね合いと、まあ、シェリーの兼ね合い、そしてアルコール感っていうこの3つっていうのが非常にバランスがいいんですよね。で、言い方を変えてしまうとちょっと物足りないなと思う方もいらっしゃるのと、あと私自体は実は一番初めてあれウイスキーこんなに美味しいんだと思ったのが、まあ、あの原因というか要因になったのがこのハイランドパークだったりするんですよね。あハイランドパークこれやったらビールしか飲んだことない僕でもこれ飲めるなっていう思い出の一本だったりするんですよね。で、まあ、今回あえてこういった形で紹介させていただいている部分があります。で、まあ、こう決め打ちでこれだって、まあ、いうよりかはどちらかというとそのじゃあこのバランタイン12年を飲んだ後にハイランドパークを出してみた時に結構指標がカチッて固まったりしてくるんですよね。これがいいなとかもっともっとってなったりするとラフロイグであったりアウトベックっていうのも進めやすくなりますし、甘さとかその感じるものはこれでもっと強いのがいいなってなるのであればシェリー系の強いタイプをご案内したりっていう形で割とこのその次に持っていくバランタインの次に持っていくには結構重宝してたりするウイスキーだったりします。で実はそのお客さんでも何て言うんですかね、その今の僕の気持ちを一発で当ててよっておっしゃるお客さんがいたりとか、そのこうちょっと魔法使い的なこうバーテンダー魔法使い的な形でこうおっしゃられる時があるんですが、実はこんな形でこう緻密にこうこれがいけるんであればとか、このウイスキーを飲んだ時の反応を見てじゃあこれだっていう形で一発目からそれが当てはまればいいんですけども、2手3手っていう形で用意していった上でじゃあこの辺がお好きなんだなっていうのを、まあ、結構指標を交えながらおすすめをご紹介させていただいているような形なんですよね。で、まあ、そうなってくるとふとした時にこの間のお客さん例えばですけど であればロッホルモンドがいいのかもしれないとかアートベック飲んでも見てもらいたいなとかっていうふうに思ったりするので、次いらっしゃった時によかったこれどうですかっていうふうにような言い方ができてたりするんですよ。でそれがやっぱりこうカチッてハマったりするとのバテナではすごく嬉しいんですよね。まあこれがあるからやめられないみたいなのもやっぱりバテナの仕事の楽しみの一つやったりしてずっと続けたりしてるんですよね。こんな形でご紹介させていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。個人的にはこう、ね、改めて勉強し直した部分もありましたし、改めてこう飲んで圧倒的にこうあこんな美味しかったっけとかこんな美味しかったんだってやっぱ感じたのはこちらのスキャッパーのスキレンだったりします。ね、お客さんに聞いていただいた時にこう少しでも楽しく良かったなとか来てもらったら良かったなって思ってもらえるように日は勉強させていただいたりとか美味しいスキーとかいろんなものをご紹介させていただいておりますの でこんなご時世ではありますけれども、もし時間があって余裕ができた時にはもう一度バーの扉を叩いていただけると幸いだと思っております。本日もご来店のほどありがとうございます。またお待ちしております。